花塚山は、福島県伊達郡川又町と相馬郡飯舘村の境にある山である。富士山が見える北原である。標高918.5メートル、阿武熊高地に属する、美島百名山の一つ、川又町、飯舘村の最高峰である。北は、福島県道12号原町川又線の水境峠から南の笹峠まで山陵が連なり、 その中央に位置する。山の西側には尾根に沿ってに車線舗装路の花塚林道が南北に通る。川又町の飯坂、小綱木地区と飯舘村の飯戸井地区からの登山道がある。最良の花塚の里には山の名前の由来となった放火神社が鎮座する。計算上は花塚山から富士山が見えるとされていたが、花塚山の南側に位置する火山や葉山と異なり、 写真などによる公式な記録がほとんどされていなかった。このため地元の登山愛好家3人が7年がかりで富士山の撮影に挑戦した結果、2011年12月から2016年11月にかけて3枚の富士山の写真を撮影し、2017年1月16日に日本地図センターから正式に富士山町を撮影したと認定された。 富士山からの距離は3 0 8トルである。位置関係や他の山々の標高などから、花塚山以北での富士山の撮影は不可能とみられている。花塚山から富士山撮影成功北限を9キロ更新、3 0 8キロ、福島民有新聞、2017年1月17日、閲覧。ありがとうございます。